土曜日の試合で大敗し迎えた昨日の一戦、楽天は2回満塁のチャンスを作り、前日猛打賞のルーキー中島選手、レフトへのタイムリーで先制すると、続く1番小深田選手、2番村林選手、この回7本のヒットなどで一挙6得点、試合の主導権を握ります。援護をもらった先発の滝中投手はシュート、スライダーといった変化球を有効に使い、打たせて取るピッチング。前日16安打を許した西武打線を6回3安打1失点に封じます。竹中投手は2021年10月以来となるホームでの勝利で2勝目を挙げました。